少し昔話をしよう。グリーンランドにケープヨークというイヌイット以外人が住まない土地がある。そこは隕石のクレーター跡で有名なところだ。数万年前に落下したと言われている。1978年、そのクレーター内で資源調査をしていた作業員のうち2人が原因不明の病気に感染した。2人は全身に水泡のような腫瘍ができ、やがてトマトソースのようになって死亡したそうだ。しかもそのうちの1名は突然指先からスタンガンのような火花を放電し、治療する医師の指を焼き切ってしまったという。その後の調査でクレーター内の隕石の中に数万年前のウイルスが閉じ込められて眠っていたことが判明した。そのウイルスは隕石に付着して飛来したのかもしれない。ウイルス、それが何だ。私は突き止めたのだ。この矢の材質はケープヨークの隕石と同じものだと。何百年も前、完璧な神のような力を求めた人間がこの岩石を知り、矢として作り変えたものがこれなのだ。殺人ウイルスというものは生命を淘汰する。これはウイルス進化という学説だ。ほとんどのものはそのウイルスに感染すると死に至るが、生き残る素質を持つ者がいる。そしてウイルスはそのものにご褒美のように新しい生命能力を与えるというのだ。それはすでに証明されているね、君たち自身の体で。